ウェスパシアヌスのフォルムは古代ローマ時代のローマに作られたフォルム。一般的に平和の神殿と呼ばれる場合が多い。皇帝たちのフォルム、フォルムロマヌームとの一関係皇帝たちのフォルム74年、ローマ帝国第九代皇帝、ウェスパシアヌスにより建設が始まり、ユダヤ戦争に勝利した翌年の75年に平和の神殿部分が完成した。フォルム全体の完成は、 第11代皇帝、ドミティアヌスの時代である。平和と秩序の女神、パクス・アウグスタを祀った平和の神殿を建設することは、ネイロシゴの内乱を終結させ、ユダヤ戦争に勝利し、ローマ帝国に秩序を回復させたことを記念するものでもあった。ホルムは、中央の庭園を取り囲む3面が、アスワンさんの赤見影石で作られた円柱を用いた列中楼となっており、 ユダヤ戦争でエルサレムから持ち帰った戦利品が飾られていた。その中にはユダヤ教の象徴的存在であるナナイダの食材、ベノーラーも含まれていたという。192年の火災で被災したため、セプティミウス・セウェルステが修復を行っている。4世紀には平和の神殿としては使われなくなり、職人の工房が立ち並ぶようになる。神殿の役割は、 隣接して新たに建てられたマクセンティウスのバジリカに移された。現在、ウェスパシアヌスのフォルムがあった場所は大部分がフォーリー・インペリアリ通りとなっており、建物の壁の一部が地表に現れているに過ぎない。また、皇帝たちのフォルム内の他のフォルムのように、建造者の銅像が建てられているわけでもない。ありがとうございます。